うも今日もスーパーマリオメーカー2やっていきたいと思います。でいつもですねふざけてるオープニングだと思うんですけど、今日はガチで真面目な話をしたいと思います。この動画は2月7日に出してると思うんですけど、2月7、8、この2日間僕めちゃくちゃ忙しくて申し訳ないんですけど、コメント返信ができそうにありません。これまでたくさんのコメントをいただいてもできるだけ返信してきました。だがこの2日間だけは返信できそうにありません。それだけお伝えしたかった次第です。そして先にも言っておくんですけど、それでもコメントをくれる皆様ありがとうございます。で明日も動画を出す予定なんですけど、明日のオープニングトーク同じことを言うかもしれません。そこだけご了承ください。ということで、はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、アトラスアシラムということで、アトラスというのはギリシャ神話に出てくる巨人の神ですね。そしてアシラム、亡命ということで、なんで2つを組み合わせてアトラスの亡命というトロールコースですね。神話が大好きな僕にとってこのコースは欠かせません。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 1.81%。 神話が好きと言ってもですね、このアトラスという方がどのような人物かは存じておりません。さあまず左上に開幕ブロックがあるで、ね、開幕ブロックじゃない羽のブロックがあるね。さあこの羽ブロックは何でしょうか。おいっか、このまま右に渡ってよさそうじゃない。開幕ポイズンじゃあここの砲台どうやって抜けるんだろうね。わかりました、砲台が3つ見えたよ。さあ進んでいきましょう。そしてこのフラワーきっと取っていいと思うよ。取ってこのドアに入る。なんでよろそれじゃあ次はあのフラワーに釣られずにこのドアに入っていきたいと思います。きっとこれが正解でしょう。そしてここは下に行けない感じか、上の土管しかないね。この上の土管こっちで合ってるきっと開幕これかよ。うわどうしよう。ハテナブロックを叩けって書いてるのか、多分それで合ってるんだろうね。これで僕はもう無敵だね。それじゃあここでさブロック流れてきてるじゃん、このブロックを叩いてみるね。どうなる何も変わらんくない。これで次に進んだらなんか変わってんのかな。なるほど、ここに隠しブロックが出てきてくれてるっていうわけで、さあ進みましょう。あぶねあぶね、ここレールがあるよ。引っかかりませんでした。さあ次にフラワーとキノコ、僕はフラワー取りたいと思います。ここはいけるでしょう。じゃあここはこのキノコしかないんだよ。このキノコを取ったらバブルが降ってくる、多分そんな感じだと思うんだよね。はっくっそ、なんだお前か。あなたがアトラスの亡命ですか。ちっちゃいですね。あ、本命まで出てきやがった。あなたがアトラスですかそれじゃあここはキノコを取って右ギリギリまで行く、そしたら鉄球が出てくる、そんな感じだよね。さあ進んでいきますか。ここはどうすればいいんだろう。もう右側に行ってオンオフをするしかないよね。このオンオフをした瞬間この土管に入る。ナイス、もうこれ以外に道はなかった、だからこっちで合ってると思うんですよね。くっそ暗闇か、ミニキーな。これはリスナーさんに対しても見にくいんですよ、ごめんねみんな。じゃあここは左コインか、この雨を叩いてみます。コインか、くっそ見えねえもうわからないやろこんなの、だって見えんもんまあでも中間取ってるからね、多分ね右のあの針の場所渡っていいんだよ。そしてキノコが出てきたでしょ、そこまでは見えました。そしてここ右で走ってジャンプするね。ほっ、これでいけるんじゃないの絶対違う、何よここわかるわけないよ、暗闇ずるいよねやっぱりじゃあここはキノコを取ってあんまり右に行きすぎない、この場所で追っておく。そしてこのツタに捕まる。さあ行けましたね。ここのパンは持ってっていいのかな。あ、持ってっていいっぽいよ。そしてここで投げるんじゃないで、落とすのが正解なんじゃないの。落としてみるで、ほっ、ほらほらほら、熱くないこれ、何ですかこれ絶対違うじゃねえか、何上のボム兵も、そのボム兵何の意味があるの今の、教えてねえアトラス実はですね僕トロールコースをやるときって暗闇ステージはやらないんですよね。基本的にこうやって途中で分かっちゃった場合はもう続けてってるんですけど、みんなが見にくいかなと思って、じゃあここのパワーブロックはもう投げた瞬間下に行く、それが正解。はだー、じゃあここパワーブロック投げないでいいのかな、持ったまま投げないで降りてみるね。そしたらなるほど、これでいけるっていうわけで、さあパワーブロック持っていくのは間違いないと思いますそれじゃあこのパワーブロックあるじゃん、これ持たないで進んでってみようか。そしたらねツタに捕まれるんだけど、先にあったトゲゾウ、これが何かなんだよね、被るためにある
なるほど、そういうことか。そしてこのガリガリを抜けていけっていう感じなんだ。待って、キノコ、間に合って。うわ、惜しい。こんな浮き輪壊してしまえ。それじゃあ必殺技かましていきますか、マリオ。スーパーヘディングスライディングパン。じゃあここでキノコが出てきたよね。あのキノコを一生懸命早く僕は取る。一生懸命早く取るってなんだろう。じゃあここで、うわ、ハテナがいっぱいあるな。このハテナ無視していっていい？なんか怖いわ。あ、全部葉っぱかもしんないね。じゃあここで、あれ、行き止まりだよ。この下、土管があるみたいな感じかな。なんでやられたやつでしょ。え、こっち違うのかな。あ、いや、なんか変わってるっぽいよ。左上にちくわブロックあるじゃん。あそこから降りてこのチェックポイントを取れたっていう形だったんだろうね。さあ、ここは何もしないで右にダッシュして、あのハテナブロックを叩く。これが正解。はっ、捕まっちゃった。いや、大丈夫だよね。いや、応募しなきゃいけないのか。この応募してどうなる。なかなかやるじゃねえか。核兵器まで用意しやがって、アトラスよ。一旦この3ボム避けて、そしてこの状態で右の土管に入れるっていう感じだね。一旦アーム邪魔しない、大丈夫。よしよし、さあ入っていきましょう。そして次はまた暗闇ステージか。上に行ったらハテナがあるね。このハテナ、魚の可能性がそろそろ出てきそう。大丈夫、コインか。このハテナもなんだろうね、コインかな。コインだね。そしてここは上にブラパか。左下もブラパがいるんだよね。このパワーブロックで倒すみたいな感じなんでしょう、きっと。ストイ、よし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 。で、このまま進めると思うでしょう。一回このパワーブロック持って、このまま先に進むか。これが正解なんじゃないかな。どうだ、ここでパワーブロックを投げる。そしたらどうすればいいのよ。キノコとかどこにあったっけ。キノコ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 キノ、あ、わかった。このハテナブロック、キノコとつながってるんだ。だからこのハテナブロックを叩いて、このキノコを取って、あっあっあっ、後で叩かないけんのか、これ。じゃあここは一旦地味のままパワーブロック発動するじゃん。そしてまたパワーブロックを持ってキノコを出す。これが正解なんじゃないかな。多分このまま進めば、やっぱ上にブラバいるよね。これをパワーで倒して進む。完璧だね。さあ進んでいきましょう。もうゴールなんじゃないかな。熱いやつ、なんかゴールっぽい雰囲気だよ。ゴール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 、このハテナ何でしょう。いや、ムフ言われたけど大丈夫ですかね。一旦このままもうこの土管に入っていくしかないんで、進んでいきたいと思います。さあ、うわ、なんか深海魚っぽい音するぞ。大丈夫、これ下に行けっていう感じ。このリフト連打して下に行けっていう感じですかね。マリオ大丈夫、すごい動きしてるけど大丈夫ですかね。あ、上に行けるようになった、なってる。さあ、このまま進んでいきますか。さあ、これで、おお、帰って、今度こそゴールがあるんじゃないんですかね。なにこれ。まだ。でも大体こういうコースってさ、最後にゴール多いと思うんですよ。さあ、あ、やべえ、下に中間がある。マジかよ、これで戻されたっていう感じ。あ、でもルートが違うね。今度下の土管に入れるようになってるんだよね。来ました、ゴールが見えます。なんですかね、このブロックは。邪魔なんですけど。じゃあこの、うわ、なんも出ねえか、このオープンブロック。ボム兵が出てくるみたいな感じと思ったんですけど、さあこのドアに入っていきますか。いや、これ熱いんじゃないの。戻ったらブロックが開いてるみたいな。ほらほらほら、で、このボム兵が壊してくれる。ありがてどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。今一発マリオって言っちゃったんですけど、一発マリオではないと思います。だけどですね、一画面でどれだけ長いスピランが作れるか検証した結果できたスピランっていうコース名なんですよ。しかもさらにですよ、説明文見てください。同じギミックをずっとループするのはなしでって書いてるんですよね。とんでもなくすごいコースだなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.58 だからね、そんなに難しいっていうわけじゃないと思うんですよ。あ、やっぱゴール条件あるよね。ゴール条件ないと一画面だったらさ、すぐゴールバーに触れちゃうもんね。それじゃあ早速やっていきますか。いや、ちょっと待って、どうすればいいか全然わかんねえ。とりあえず矢印頼みに行ってみるね。さすが一画面でスピラーを作っただけあるね。情報量が多すぎて次にどこに行けば全然いいかわかんない。で、ここもさっきと同じように矢印信じてみるね。うわ、ここどうすればいいんだ。あ、上か。そしてさっきと同じルートでいいのかな。こっからまたドアに入る感じ。いや、戻ったよ。戻って
右に進む感じから、そして左に進んでまた左のドアに入るっていう感じか。いやマジでどこに行けばいいかわからんこれ。でこのままも右に脱出していいからマジでどこに行けばいいかわかんない。でここで下に降りて、あこの B ドアね、 B ドアで入って次どうするんだろう。あ下が取れて、どこに行けばいいのこれ。左、いや左は行けないね。次右に行けばいい感じか。でさっきこの P ドア入ったよね。この P ドア入ってからどうするかだよね。スタートって左はいけないもんね。右行ってみる。あ右行ったらこの溶けそうが隠れるんだよ。そして上か、上に行ってどっち、うわわかんねえここまで来るのに精一杯なんだよね。クリア率 4% だからさ、結構楽勝にクリアできるだろうって思ってたんですよね。ただこの情報量の多さでめちゃくちゃ戸惑っております。でこの P ドアに入ってスターを取って、このトゲソーを取るところまで分かった。そしてこのトゲソーを取った後は上に行けばいいと思うんだよね。そして左に行ってこのブロックを壊して、あどこに行けばいいんだろう。あこの右上だよ。この右上のブロック壊してドアに入って多分ゴールできるっていう感じだと思うんだよね。わかりました、これでもうクリアルートはバッチリだね。ただこのコースを40秒以内にクリアできるか不安が残ってるんですけど、でもねさっきトゲソーを持つところまであったじゃん。そこまではね自分の中では頭に叩き込まれてるんだよね。ルートが結構カット入れちゃってて何回もやり直しさせてもらってるからね、自分の中ではルートがねかなり叩き込まれてます。なんでこれで今回クリアできるんじゃないかなって思うんですよ。そしてこのコース最初から最後までぜひみんなに見てもらいたいなと思います。珍しいもんねこんなコースって。さあここで P ドアに入ってスターを取ってトゲソーを取ったらもうゴール。それが違う、待って左、そしてちょっと待って、マニアか6秒、いや絶対マニアったんでしょ。これでゴールなんじゃないんですか。やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。